田原さん、これ収録しているのが13日なんですけれども、はいはい、今朝ほどあの花丸マーケットと TBS の番組に出演なさってました、はいはい、まず、まあ、あの番組であの名物なのがおめざなんですが、うん、ゲストの方が持ってくるという、うん、田原さんは、うん、イチゴというか練乳がメインなんですかね、毎朝ね、はい、要するにイチゴを食べるんですよ、はい、で好きなんですね、今日も実は朝イチゴを食べてきたんですが、今朝も食べて、うん、はいはい、あのパン食べてね、はい、でなんでイチゴかというと練乳かける、はいはい、練乳ありますね、うん、でね、だいたいね練乳このチューバーですよ、3回ぐらいで終わりなんですよ。あのすいません、あの練乳結構チューブですよね、はい、あれ3回で食べきる、はい、だからね、もうつまりね、はい、あのなんでイチゴかというと僕は練乳が好きなんで、いちごって味がないでしょ。だからね、練乳に非常にね、はい、だから練乳をね、もういっぱいかける。かけ練乳が主役だという。そうそう、主役は練乳。あの番組でもそのかけっぷりがすごかったですが。そう、それ練乳だって例えばチョコレートにかけてもうまくないから、いちごが一番いいんですよ。いちごとのやっぱ組み合わせがいいという。はいはい、なんか10年ぶりのご出演だったそうですね。そうみたいですね。あの前はなんか亡くなった女房が一緒だったと。一緒に出られて、はい、今回あのいかがですか、私も大体見たんですけれども、はい、最後の方ちょっと見られず出てきましたが、はいはいはい、なんか面白い番組ですね、薬丸さん、ね、薬丸さんとお母さんがずっと、うんうん、でやっぱりね、みんな出ている方がね反応が早いね、感がいいっていうかね、うん、だから話がしやすいですね、はいはい、うん、やっぱり田原さんの朝生もそうですけど、うん、長く続く番組って、うん、そういう何かあるんでしょうね、ゲストの方が反応が早いということと、うん、それからやっぱりこうみんなのねコミュニケーションっていうか気が合ってるっていうかね、なるほど、そこが非常にね、うん、スタッフ同士の気も合っている、でゲストの方もつい喋ってしまうということですね、うん、そのあたりに秘訣があるんでしょうか、はい、でそういう、まあ、平和な話題からですね、うん、すいません、北朝鮮が、うん、2月11日、こう昼頃だったんですが、うん、3度目の核実験を行ったというニュースが飛び込んできました、はい、うんうんうん、これについては田原さん、僕はね、まあ、大騒ぎになってますが大したことはないと思ってます。大したことない、要するにね、北朝鮮がなんでこの核実験するか、アメリカに相手になってほしいんですよ、はい、核実験しないとね、世界が相手になってくれない、うん、で核実験すると初め大騒ぎしてくれて、うん、とそれからね、やっぱり核実験やめようと、うん、つまりね、相手になってほしい、子供がね、うん、デパートで、はい、お母さんがこのおもちゃ買ってくれ、うん、買ってやんないと、あのデパートにね、床にひっくり返ってわんわん泣いて、あれです、あれあれ、うん、困らせようという、そう、と相手になってくれると、うん、じゃあ相手になって北朝鮮がアメリカに求めているのはな、何ですか、ズバリ。まともに相手になってほしい、相手になってほしい、まずは相手になってほしい、うんうん、でまともに相手になってほしいっていうのは、はい、北朝鮮経済が相当ひどいでしょ、やっぱりそういうことをちゃんと助けてほしい、もっと言いましょうか、あ、はい、実はね、小泉純一郎さんって知ってますよね、はい、小泉さんが首相の時に北朝鮮行きましたね、はい、ね、で金正日、金正日と書くんだけど、ありましたね、その時に金正日が小泉さんに実は拉致をやってましたと誤認解したんですがね、実はそれまでは絶対否定したの、なあ、ない、絶対ない、実は拉致をやってましたと、で、まあ、生きているのはね、人がお返ししますと、さらに秘密工作、いろんな工作もやってました、ごめんなさいと謝ったんですよ、謝ったんですよ、はい、あの金正日は謝ったんですよ。本当はね、独裁者ってね、実は弱いんですよ、うん、だって軍隊やね、はい、秘密工作隊に暗殺された場合だから、と独裁者が持ってるのは秘密工作隊と、ね、で軍と、これが協力するから持ってるんですよ。あんな謝ったらね、だってやったんだって言ったら秘密工作隊ばらしちゃったわけでしょ、うん、ね、普通なら暗殺ですよ、はい、で金正日は、わかる、大変なことやった、なんで謝ったのかと、小泉さんに、はい、ね、そういうことを、でそれは実は大きな大きな理由があった。実は小泉さんは、北朝鮮行く前に当時のアメリカの大統領ブッシュ、知ってますか、はい、
ブッシュ大統領に北朝鮮に行って金正恩を謝らせると、真からね、謝ったらアメリカがまともに相手してくれるから、ブッシュはすると言った。だからあの、つまり金正恩が謝ったのは日本に対して謝っただけじゃなくて、あれはアメリカに向かったんですよ。こういうふうに謝ってるぞということを世界に、あるいはアメリカに知らせたかった。謝れば、拉致問題認めて謝れば、アメリカが相手にしてくれるぞというのが、アメリカがまともに相手にしてくれて、世界の仲間に入れてくれると、ね、世界の仲間に入れてほしいということは、アメリカが入れるって入れてくれる、でね、それを小泉さんは切り札として持ってたわけですね。 それで、謝ったと。で小泉さんは帰ってきてブッシュに謝ったと、さあ中身に入れてあげようと言った。したら実はブッシュさんはあらかじめ世論調査をした、アメリカの中で、ね、北朝鮮を仲間に入れるのがいいか悪いか圧倒的に反対だった、アメリカの世論調査で。でもしもブッシュさんが仲間に入れるったら彼の命が危ない、今度はブッシュさんが狙われる、はい、圧倒的に反対が強かった、それくらい強かった。だからブッシュさんは小泉さんに申し訳ないけどちょっと仲間にいられないんだと、それで言ってみりゃね、キム・ジョンイルは裏切られたわけだ。あ、そうか。でキム・ジョンイルはアメリカが裏切ったんじゃなくて日本も裏切ったと思って、うん、そう思いますよね、うん、それでそこで分かる、言ってること、はい、分かります、大変なこと言ってんだ、今のところ分かります、うん、はい、でそれで北朝鮮としては、あとじゃあね、アメリカに相手になってもらうためにはどうするか、核実験しかないんですよ、うん、脅かすことで弱者の恫喝ってことあるわけ、はい、だから子供がデパートでお母さんがいいこと聞いてこないと床に寝っ転がってわばばってギャギャ騒ぐと、これ弱者の恫喝。でも田原さん、その前の例を見ても一旦はね、こう北朝鮮を見ますけど、うん、結局その世論が認めなかったようにアメリカだって日本だって、うん、じゃあ仲間に入れるかって言ったら結局入れませんよね。だから入れてくれよ、入れてくれよと言ったって言ってる。どんな核実験、核実験はどっかに核を撃とうと思ってるんじゃないんですよ、うん、アメリカはこの勢いなんて思ってない、うん、日本この勢いなんて思ってない、このね、弱者の恫喝ですよ、弱者の恫喝、うん、そこが一番の問題で、はい。でここに来ても先週の中国の照射レーダーといい、うん、まあ、あのレーダー照射ね、ごめんなさい、レーダー照射といい、はい、すいません。でその中国なんですけども今度は、うん、まあ、今体制が指導部が変わったばかりだということで、うん、どういう対処をしていくんで、中国もまた今回これも、ね、はい、実は中国が何であんなことやるんだと、実は日曜日に浜松でこの中国問題のシンポジウムをやった。でそこで元、大使やった丹羽宇一郎さん、丹羽宇一郎さん、はい、中国大使、前大使ですね、うん、はい、それから元、防衛大臣やった森本敏さん、はい、森本さん、イメンバー長、それからもう外交問題とこの人だけど岡本幸男、あ、はい、それからね石川芳美、はい、これがまた中国にやたら詳しくて、ちょうどそのね、シンポジウムやって4日前に中国から帰ってきた。とにかく去年今年でね7回行ってる。で中国の特に軍部に非常に詳しい。でなんでこんなことやったんだってなったら、石川芳美が怒ってんだと、中国は。なんで怒ってんだ、中国が怒ってる、はい、うん、なんで怒ってんだ、うん、で実は野田内閣ってまだ知ってますか。前のですからまだ覚えてます。前のね、前民主党の、うん、はい、前内閣ね。この時に実は野田内閣で尖閣を国有化すると言ったね、はい、言ったでしょ。あの国有化するという前に野田内閣の特使として名前言うと悪いから言いませんが、はい、外務副大臣、これが野田内閣の野田さんの首相の特使として中国行った。